ああ、マイナス6。メガヘルツマイナス6。リトルバード陸軍特殊部隊員に4名を搭乗させた。メガヘルツマイナス6。メガヘルツマイナス6。リトルバードは md ヘリコプターズが生産している。軽汎用攻撃強襲用ヘリコプターである。王マイナス6の軍用派生版。愛称はメガヘルツマイナス6がリトルバードあーマイナス6がキラー x。 本校では武装攻撃型の r ス6も記述し、突起がない限りは r ツ m h z ス6と呼称する。この機材となったベースの o ス6の全紙は、当該項目に詳しい記述があるが、r ツ m h z ス6が開発される契機となったのは、1980年のイランアメリカ大使館人質事件におけるイーグルクロー作戦である。この作戦については、 当該項目に詳しい記述があるが、ヘリコプターの選択ミス及びトラブルが重なったことにより、作戦が失敗してしまった。この失敗による調査委員会で、吸収に必要な部隊と航空機の欠如が指摘され、特殊作戦航空能力開発のための特別プロジェクトである、ハニーバジャー作戦が開始されることとなる。この計画では、 第101空挺師団の3個飛行大隊を中心に、当時新鋭機だった UH-60 及びベトナム戦争でも、活躍した大型ヘリコプター CH-47 の開発及び、イラン大使館の人質の最奪還を目標としていた。その中で、r ヘルツ6を開発することになったのが、第229攻撃ヘリコプター大隊である。 O-6A を運用していた同大隊は、この作戦のためにパイロットを提供し、アラバマ州、フォートラッカーで同期の開発が行われた。そして同期が完成し、先の UH-60、CH-47 の部隊と統合し、タスクフォース158が創設され、同大隊は、リトルバード運用部隊となった。そして第二の奪還作戦が行われる予定であったが、 1981年にイランとの交渉が進展した結果、同年1月20日に人質が解放されることとなり、この作戦も中止となった。ところがこのタスクフォース158は、後の同種作戦で必要と判断され、解散せずに、現在の第160特殊作戦航空連隊、ナイトストーカーズとなり、同期は連隊本部特殊作戦航空訓練中隊及び、 第一大隊に配備され活躍している。なお、アメリカ陸軍においては、ナイトストーカーズのみで運用されているが、FBI の HRT にも、民間型の MD530 回が配備されている。また、派生型として、ボーイングロータークラフトシステムズが開発した、無人航空機タイプの R、MHz-6X、電子線、式機の R-6 も存在する。現在、 ナイトストーカーズで、現役で運用されているのは M、MHz-6H, R, MHz-6J, R, MHz-6M である。出展、US Army Aircraft MD530 回データ、諸原性能アメリカ合衆国。ありがとうございます。